ドイツ連邦共和国バイエルン州ニュルンベルクのニュルンベルク中央駅とチューリンゲン州の州とエアフルトのエアフルト中央駅を結ぶ総延長1 9 0キロメートルの高速鉄道路線である欧州横断ネットワークの1号線の一部分であるニュルンベルクエーベンスフェルト間は在来線を改良して高速化を行いエーベンスフェルトエアフルト間は新線を建設する 開業に伴いエアフルト・ニュルンベルク間の所要時間は約1時間20分に短縮された。北側はエアフルト・ライプツヒ・ハレ高速線、南側はニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速線に接続する。開業後はベルリン・ミュンヘン間の所要時間は約4時間に短縮された。エーベンスフェルトの北側付近にて建設中の 新戦東西ドイツ統一直後の1991年に計画が立てられ、1996年4月に工事が開始されたが、1999年には資金難からすでに開始されていた工事が一旦中止された。その後2002年に工事が再開され、エアフルト・エーベンスフェルト間の新戦が2017年12月10日に開業した。 エーベンスフェルトニュルンベルク間にも高速新線を建設する計画は存在するが、完成予定は2028年以降である。ありがとうございます。